サウサリートはアメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名はカリフォルニア州サウサリートにちなむ。サウサリートは海事委任契約のもと1943年4月7日にカリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で PG-112 として寄港する。1943年4月15日に PF-4 へ艦視変更され。 1943年7月20日に、リチャード・シェラー夫人によって浸水し、1944年3月4日に、艦長エドワード・エイブ沿岸警備隊中佐の指揮下、収益した。成長後サウサリートは1944年10月5日に、アラスカ州の A ダックに到着、アラスカンシーフロンティアで、船団護衛任務に従事する。 サウサリートは1945年6月5日まで、これらの任務に従事し、その後ワシントン州シアトルでのオーバーホールに向かった。8月16日、サウサリートはコールドベイで退役し、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連では、護衛艦を意味する EK の略号を付与され、EK-13 の名で収益した。 サウサリートは1949年11月1日にアメリカ海軍に返還され、日本で予備役のまま保管された。朝鮮戦争が勃発すると護衛官邸の必要が生じ、サウサリーートは1950年9月15日に横須賀で艦長フランシス・ W ・デイリー少佐の指揮火災収益した。11月26日、横須賀を出港し、 北朝鮮の港南に向かう。同地では1950年12月24日まで港湾管制任務を担当し、総海水域での船団護衛や入港する船に対する護衛、敵の小型船や機雷を警戒して湾入り口を巡視するなどした。また、必要に応じて艦砲射撃も行った。1951年2月から5月までのサウサリートの任務の中には、 艦砲射撃を行う戦艦がミズーリの護衛や、封鎖海域の十二市、元山から清津にかけての北朝鮮東部沿岸に、対する艦砲射撃、元山での港湾管制が含まれ、その任務は佐世保及び横須賀で、定期的に行われる維持作業で中断された。6月から8月の期間、サウサリートは、韓国沿岸で、補給部隊の護衛を行った。 横須賀でのドック作業及び維持補修後、サウサリートは10月にフィリピンに向けて出港した。11月後半から12月前半にかけてカロリン諸島において違法漁船の巡視を行い一石を打破した。スービック湾でのクリスマスの後、サウサリートはサイゴン、バンコク、シンガポール、ペナンに対する親善訪問を行った。2月には韓国水域に戻り、 護衛および、巡視任務を再開し、5月31日に、横須賀に帰還した。1952年6月9日に、サウサリートは退役し、9月4日に、韓国海軍に退与され、臨進港の官名で収益した。臨時港は1951年5月21日に、衝突事故によって、修復不能となったかも緑港に代わって任務に就いた。 サウサリートは朝鮮戦争の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。